シナヤは、ルーマニア、プラホバ県の町。シナヤ修道院にちなみ町の名が付けられた。修道院の名は、聖書に登場する、シナイさんにちなんでいる。ルーマニアオーカロール一世は、自身の夏の理休として郊外に、ペレシュ城を建てた。シナヤは、プロイエシュティの北西6 0トルブラショフの南5 0トルにあり、 グチェジ山脈のちょうど東にあたるプラホバ川渓谷の山中にある。標高は767メートルから860メートルの間である。シナヤはハイキングとウィンタースポーツ、特にダウンヒルでのスキーで人気のある観光地である。その他にもペレシュ城、シナヤ修道院、ペリーショル城、シナヤカジノ、シナヤ駅、フランツヨーゼフの絶壁、 聖アナの絶壁など重要な観光地がある。シナヤは偉大な、ルーマニア人作曲家、ジョルジェ・エネスクの夏の別荘もあった。1890年頃の絵はがきに描かれた、シナヤ気候は、標高の低い山道の特徴がある。年間平均気温、摂氏8度6月の平均気温、摂氏15度1月の平均気温、摂氏4度。夏は爽やかで、夏の最初は、 非常に雨がちである。冬は相対的に温暖でかなりの雪が降る。年間平均降雨量は900ミリメートルである。最高の降雨量は6月の173ミ、mm、リメートルである。最低の降雨量は9月の55ミリメートルと2月の40ミリメートルである。雪が一定に降り積もるのは常に11月で3月から4月に。 かけて溶け、時には5月上旬に溶けることもある。積雪の厚さは20センチメートルから標高の高い場所での3メートルまで多様である。近年、品ヤは地球温暖化の影響を感じている。夏が短く、気温はしばしば摂氏30度を上回り、春と秋の長さがわずかに減少し、比較的長い冬がやってきている。冬の気温は下がる傾向で、 全体的に氷点下となり、何度もブリザードに見舞われる。支持者たちは、品ヤの気候は人を、元気づけ刺激を与え、人体に有益であると主張している。クイネルイダニに,には、数カ所の温泉があり、そこは、硫黄鉄の香水を持ち、その他の可用性のミネラルを含んでいる。品谷修道院品ヤの町と周囲は、 植物を切ったり積んだりすることに制限が課せられている。木を倒すことも許可されていない。すべての鉱山植物は採取が禁止されている。ボタン、エーデルワイス、リンドウなど、これらの植物を収集して、店で売ることには、厳しい懲罰が課せられる。観光のキャンプは、キャンプ地に指定された場所でのみ、必要で必須の保護基準に従って許可される。 シナヤの産地は、ブチェジ自然公園地域に位置する。自然公園は、合計326.63平方キロメートルの面積を持ち、58.05平方キロメートルが、厳密な保護と、自然記念物保護区のもとにある。ブチェジ自然保護地域は、ブルフルクドール山、フルニカ山、ピアトラアルサ山が急に露出した、部分全体を含む。山岳地帯は、 山岳警察と同様に山岳救助隊のパトロールが継続的に行われている。クムパトゥ地区の入り口では、シナヤのハンノキ森植物保護地が、ルーマニアアカデミーとブカレスト生物学研究所の保護のもとにある。同じ地区には、ユネスコとジャック・イブクストを支援のもとで、環境学調査基地がある。これは、ブカレスト大学所属の機関で、 自然保護用実験室にある、ブチェジ山脈の植物博物館を含んでいる。ありがとうございます。